12月のおすすめの宮城県産のお野菜こちらですね。曲がりネギ、そして雪菜です。雪菜、可愛らしい名前ですよね。こちらの曲がりネギですけれども、明治時代から栽培されてきた仙台の伝統野菜の一つです。一般的な長ネギに比べて柔らかさと甘みが強く、加熱することでさらに甘みが増します。そしてもう一つの主役、今日は雪菜ですね。この雪菜ですけれども、葉が肉厚ですね。そして味はほろ苦く、汁物や炒め物いろいろ合います。アクが少ないですからね、本当にいろいろ使ってみてくださいね。今日はこの2つを合わせたお鍋ですね、すき焼き作っていきましょう。材料です。はい、曲がりネギ 2、3本、雪菜1から2羽ということで、人数に合わせてね、また追加して煮ていくのも美味しいですからね。今日はすいません、牛肉じゃなくて豚肉でも、豚肉がすごく合うんですよ。あとは厚揚げ豆腐、人参など入れてみてください。具材はいろいろ工夫してくださいね。調味料ですけれども、今日はごま油とオイスターソースが入ります。これコクが出て美味しいですよ。スープはガラスープなど中華風のスープです。そして3種類のタレ作りました。マヨネーズとコチュジャン、それから練りごまと生姜汁、あとは卵黄ですね。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。では曲がりネギからいきましょうね、はい、さっき見たらね、ほぼ直角に曲がってたんですよ。すごいですよ ね。こうやって育ってるわけじゃなく、植え替えて植え替えてってこう寝かせていくんですね。でこういうふうに曲がっていきます。なので甘みがたっぷりになってます。今日はこんな感じに切っていきましょう。ちょっとね、ネギが立派すぎて場所が少なくて、すごい切り方です、いません。これ曲がりネギあるあるですそうそうそう、あるあるですよ ね、 こうね、どこに置こうかなみたいなね、まな板にまっすぐ乗ってくれないのでねちょっとね、長めにこうやって切っていってください。本当にすんごいボリュームですね。青いところも使ってくださいね、無駄なくね。そしてここで一工夫なんですけれども、ちょっとね、ここに切り込み入れとくといいですよ。こうやってツツツツーンとね、はい、ポイントです。こうやって切り込み入れると味の染み、それから火の通り早いですね。 あとは口の中にピュッて熱い芯が飛び出してこないんですよ、はいはいはい、なので少しね、こうやって切り込み入れとくといいです。太いのでね、ぐさっと刺してくださいね。さあ、切れたらもう火を通していきましょう。はい、お鍋です。今日はごま油です、ポイントです。ネギとの相性すごくいいんですよ。風味がいいですからね。ちょっと強めの火加減でしっかり焦げ色つけてくださいね。で跳ねるので、もう入れたらね、蓋して私は逃げます。こうしてね、はい、ちょっと置いておきましょう。その間にこちら2番目の主役ね、雪菜に行きましょう。雪菜本当にいろいろ使えますよね。簡単にお汁にしてもいいですし、あとは炒め物も合いますしね。要はこれで大体1羽ですよ。ぎゅーっと小さくなってますけれども、このぐらい入ってますね。結構たっぷりありますよ。ただかさが減ります、加熱すると。でここに土が溜まりやすいので、ここざーっと洗ってくださいね。であまり短くすると鍋物の時に食べにくいので、半分ぐらいでいいと思いますよ。半分に切って葉っぱチーム、茎チームに分けておきましょうか。はい、こんな感じです。はい、ではその他の材料です。今日はこちら厚揚げと、彩りよく人参もちょっと入れてみました。適当な大きさに切ってくださいね。ただし人参厚切りしてしまうと最後まで硬いので気をつけてくださいね。さあ、あとはお肉も用意してますよ。さあ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 、いい色ついてきましたね。ちょっと見てみましょうか。わあ、美味しそう。ねえ、もう蓋開けた瞬間にこのね、ネギのいい香りするんですよ。ほら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 。さあ、では色がついてきましたので、ちょっとあっちに行っててね。その間にもう一つやることありました。今日の、煮汁ですね。これ作っておきましょう。割り下みたいなもんですけれども、お醤油じゃないんですよ、これ。これね、オイスターソースです。トローンとしてます。コクが出てね、美味しいですよ。で中華風のスープ入りました。それからお砂糖と、そしてお酒。はい。でね、途中で足したくなった時に席立つの大変なので、多めに作っておいた方がいいかもしれないですね。これ1回目で終わりそうです、この分量だとね。鍋の大きさにもよりますから、1.5 倍なり2倍なり作っておいてください。はい、入れます。ちょ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 、さらにいい香りが立ってくるんですよ、ここでね。はい、ちょっとそっち行っててね。あら、
はい、そっちに行っててくださいね。ではその他のものを入れていきましょう。はい、人参ちょっと下の方に入っててね、うん、それから厚揚げ豆腐真ん中辺にしましょうか。はい、そして雪菜の茎です。そしてお肉いきましょうか。今日はね、いいお肉買ってきましたよ。対面で買ってきましたからね。はいはい。そしてこれね、1枚ずつ広げてこういう風にラップを間に挟んでおくと取りやすいですね。塊でバサッといかずにね。さあもう一ついきますか。そう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 、はい、ロースの部分ですね。あー、すっごいいい香りしてきた。はい、ちょっとだけ待ちましょう。そして葉っぱ後から入れますからね。色が変わったら葉っぱ入れます。今日はタレ3つ用意しました。こちらです。はい、いきます。卵の黄身、卵白もちろん入ってていいんですけれども、黄身だけの方がね、濃厚な感じがしていいですね。あとは、こちらマヨネーズとコチュジャンですね。これも合います。混ぜて食べてみてください。そしてこちら白ごまとそれからおろし生姜ですね。生姜汁加えてます。さあポイントです。はい、味変のタレがあるとね、本当に進みますね。いろいろ味変えて食べられますからね。さあお肉に火が通ってきたら、豚肉なのでね、ちょっとしっかり火を通したいんですけれども、はい、ここで葉っぱいきますか。この辺あまりたっぷり入れると全部が見えなくなりそうですね。でこの葉っぱはね、本当にさっとでいいですよ、ね、シャキシャキ感味わいたいのでさっと煮てくださいね。さあ食べ頃になったら取り分けてくださいね。もうちょっとお肉煮たいんですが、一応移動します。はい、グツ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 と。さあお好みのタレで召し上がってみてください。はい、完成です。すき焼き風鍋の出来上がり。タレもなんかいろいろあって楽しそうですね。はい、はい。